はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、40代の方向けの寝癖からできるヘアアレンジをご紹介します。朝起きた時にね、髪の毛がボサボサになってたりとか、結構寝癖がついてる方結構いらっしゃるかなと思うんですけど、ブラシでブローしたりとか、アイロン通す、ね、それも熱かったりしてちょっと嫌ですよね。そんな時に使えるヘアアレンジでございます。使うのはブラシとスタイリング剤とゴムだけでできるので、ぜひ皆さんやってみてください。それでは動画をどうぞ。まず寝癖の状態からブラシで溶かしていきます。で、溶かす時は毛先の方から優しく溶かして絡まりを取っていくような感じでやっていってください。じゃあ次にバームをつけていきます。しっかりとね、毛先の方の毛羽立ちがなくなるぐらいつけてあげるとまとめやすくなります。次に髪の毛を後ろで半分に分けます。で、片側の部分をブラシで溶かしながら後ろの方に持ってきてゴムで結んでいきます。で、この時に反対側の髪の毛も一緒に巻き込みやすいので、この辺は気をつけてやるようにしてください。反対側も同様に溶かしながら後ろに持ってきます。で、同様にゴムで結んでいきます。で、両方結んだ髪の毛をサイドの空洞を開けて真ん中に向かってくるりんぱをしていきます。反対側も同様に空洞を開けてくるりんぱをやっていきます。で、くるりんぱしたところを少しですけどほぐしていきます。で、こういうふうにね、割れ目が出ているところを隠すようにほぐしてあげると形が綺麗になります。反対も同様に中にボリュームを出すようなイメージで出していきます。あとね、この辺の分け目が結構出やすくなると思うので、こう真ん中を隠すように広げてあげると形が綺麗になっていきます。で、この髪の毛をクロスさせてにねじっていきます。で、3回ぐらいねじったら上からゴムで結んでいきます。その後もうちょっとねじって毛先の部分を丸めた状態で上からゴムで結んでいきます。で、このね編んだところを少しずつ横に向かって広げていきます。少しね立体的になるようなイメージで出してあげると綺麗に見えます。で、全体的にこうやってボリュームを出して少しねゴムの部分だったり隠れるぐらいの形でバランスを整えたら完成です。はい、ということでこんな感じでやってみました。今日はねちょっとプロセスは少し多いんですけれども、コツをつかめばねめちゃくちゃ簡単に綺麗で可愛くなれます。なのでぜひ皆さん一度試してみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。